はい、今回はですね、ズバリ斎藤道三ですね。はい、結構有名な戦国大名の一人じゃないかなと思います。自分も結構好きなんですよね。まあ好きといってもね、やっぱ知らないことも多いし、実際にちょっとわからないところも多々あるみたいなんですけど、そんな中、まあちょっとね、簡単にサクッとね、紹介させていければいいかなと思います。ということでいきます。まず斎藤道三なんですが、美濃の戦国大名ですね。で、謀略によって一代で戦国大名に上り詰めた下克上大名の典型という評価を受けてきたんですが、まあ、現在はその親子2代にわたって上り詰めたとする説が有力のようですね。だから昔自分がね、小さい頃って斎藤道三といえば、後でもお話しするように、まあ、油商人、油を売るね、商人から身を立てて、どんどん出世して、最終的には美濃一国を支配するまで上り詰めた人物だ、みたいな、そういう認識だったんですが、まあ、その時も結構なんか2代だったんじゃないみたいな話は結構出てたと思うんですけど、ただ今現在はやっぱそのね、油売りの商人から、その美濃一国支配するまでっていう間は、実は親子2代で成し遂げられたものだった、みたいな、そういった、説明がされているところが、まあ、ほとんどですかね。はい。で、その親子2代で出世した根拠となる資料の一つとしては、六角上亭上書写しっていうものがあるようですね。これは六角上亭、あるいは六角義方の箇条書きの文章なんですが、まあ、この資料にはですね、まあ、義辰の家の躍進は2代前から始まったみたいな内容の記述があるみたいなんですよね。だからそれらを根拠に親子2代で、出世したみたいな、そっちの方のが今は有力のようです。はい。で、あととにかくね、この親子って言っていいんですかね、名前が変わってるんですよね。松並とか西村とか永井斎藤みたいな感じでね。なんで、まあちょっとね、どれがどれっていう風に混乱してしまうかもしれないんですが、まあだからこれからね、ちょっと生涯、親子の生涯を紹介するんですが、こうやって名前がコロコロ変わっているんで、一応父親は新左衛門之丞、子供は道三っていう風に統一してね、お話ししていこうかと思います。はい。で、あとね、やっぱその、どっち、これをやったのは親なのか子なのかどっちなのかっても結構不明なところもあるらしくて、だから結構、なんていうのか、矛盾みたいなものも、あるみたいなんですね。だからここはちょっとそのコミック版のね、日本の歴史73の戦国人物伝、斎藤道三などを参考にね、ちょっとね、紹介させていただこうかと思います。早速じゃあ、いきますね。まずちょっと、いつかはちょっと不明のようなんですが、父親の方ね、松並正五郎が生まれます。これが後に、長い新左衛門の丞ですね。で、道三の父でもありますね。で、その後その新左衛門の丞は、日蓮宗の明覚寺の僧となあります。だから出家してるんですよね、一回。で、ただしその後還俗、だから出家の逆ですね。だから世間に戻ってきたみたいな感じなんですが、還俗して油商人の家に婿入りするということになりました。で、しばらくしてからですね、まあ、1494年、まあ、明応3年にですね、後の道三が誕生したようです。はい。まあ、ここはね、その永正元年1504年の説もあるみたいですね。で、次にですね、まあ、新左衛門丞が美濃の国に行商に行くうちに、そこのね、美濃の武将、永井長弘に仕えることになりました。はい。この辺、サクッといきますけどね。はい。で、次にですね、まあ、使えることになったんですが、その美濃の国ではですね、ちょうど時氏がね、守護をしていたんですよね。ただ、その、まあ、時政房っていう人物がいたんですが、その長男の頼武と次男の、頼宣が対立を深めて、まあ、後目争いみたいなことをしていたようです。で、そんな中、新左衛門丞は、時範頼の方に接近していったんですよね。で、この、まあ、時氏のね、対立っていうのは、一時はね、その頼武の嫡男、頼純が優勢にはなったんですが、まあ、最終的には、頼宣が勝利して守護になったようです。はい。
で、まあ、あともちらっと言うんですが、そのよりのりと、まあ、子供の方の道さんっていうのが結構どんどん仲がね、対立が深まっていって、最終的にね、よりのりが追放されてしまうんですけどね。で、その、このね、トキシなんだけど、これもなんか結構なんつうのかな、名前が入り混じってるみたいですね。今、その紹介したよりたけ、よりずみ、あとなんか急になんかよりみつっていうね、人物も登場しているんで、だから、よりずみなのかよりみつなのかってその辺がね、結構その混同されてるパターンがあるらしくて、ちょっと今回よりみつっていう人物は出してはいないんですが、キリンが来るの方はもうよりずみの方でしたね。で、そのよりずみの妻にはその後のね、まあ要は濃姫で機長ですね、機長が、妻になっていたっていう説があるみたいなんですが、あくまで説の一つのようですね。で、キリンが来るではその説を採用して、よりずみの奥さんとして機長がいましたね。はい。で、次にですね、まあ、天文2年、1533年ですね、新左衛門尉と道さんの父子がですね、親子ですね、元主君の永井長広を頼澄と内通したとして上位討ちにしてしまいます。はい。で、これによって、その美濃の国の実権は新左衛門尉と、道さんの父子が握ることになりました。まあ、こうやってどんどんね、元上司をね、打ちながらね、どんどんのし上がっていくんですよね。ただ、この頃に、その父親の方の新左衛門尉が死去したと思われてるようですね。この辺もなんか、まあ、確定的な資料があるかわかんないんですけど、この辺りで亡くなったみたいです。で、次にここから道さん、息子の道さんが、メインになってくるんですが、天文11年1542年にですね、もともと自分が担ぎ上げていた頼宣を追放して自らが国主として美濃に君臨することになりました。で、ここら辺は、まあ、結構やり合っていろいろあるんですが、最終的にですね、天文19年、1550年に再び、頼宣を美濃国外に追放して、ここで一応美濃を完全に平定したということにされているようですね。この点については天文21年、つまり1552年に平定したという説もあるようです。で、その後ですが、美濃の国に侵攻してきた、信長の父信秀を道さんは何とか撃退しているんですよね。ただ後に和睦していたようです。で、その後道さんの娘、貴重濃姫ですねが、信長に腰入れすることになりました。で、天文22年1553年には、娘婿の信長と道さんが尾張の国の聖徳寺で、会見しています。まあ、ここがよくなんかドラマとかでね、やってるとこですよね。なんか隠れて信長を見ていたら結構ラフな姿してたんだけど、でも結構しっかりした兵を揃えてるぞみたいな、こいつはただもんじゃねえなみたいな、そう言って道さんが見ていて、で、いざね、会見になったら信長がきちっとした清掃できたから、こいつはすごいやつだみたいな、そういうことがドラマでよくやってましたよね。あの辺本当かどうかちょっとわかんないんですけど、自分がね、うん。で、次に弘治2年、1556年ですね。で、道さんとですね、その息子義達ですね、息子義達との対立が深まって、長良川河畔で戦うんですが、ここで戦死をしてしまいます。まあ、道さんは享年63歳ということでした。まあ、いわゆる長良川の戦いですね。で、この戦いでは、道さん率いる兵が2500、義達率いる兵が17500であったとも言われています。この数字に関してはちょっと結構いろんな、説がありますね。はい。で、信長はですね、道さんに援軍を派兵したようなんですが、間に合わなかったみたいですね。で、首を撃たれた際には、乱戦の中で井上道勝によって鼻をそがれてしまったとも伝えられています。まあ、その義達と道さんの関係は諸説あるようですが、またこれはね、ちょっとね、斎藤義達を紹介するときにですね、お話ししようかと思うんですが、だから一応家督はね、義達に譲ってるんですが、まあ、その弟の孫四郎とか喜平次の方を気に入ってたらしいんですよね。で、本当かどうかは分からんですが、最終的には義達の敗着を考え始めたみたいなことも、
そういう風に言われていることもありますね。まあ、この辺は何とも言えないので、またちょっとね、吉田さんの時にお話ししようかと思います。はい。で、麒麟が来るにももちろん、道さん登場していますけどね、まあ、本木雅弘さんがね、演じていますね。だから今回のイラストはね、本木雅弘の、さんのつもりだったんですけどね、まあ、どんどんなんかね、イラストのがね、なんか似顔絵クイズみたいな感じになってきてるんですけども、まあ、そんな感じです。まあ、結構いいですよね。ある意味道さんがこの麒麟が来るの序盤の主人公と言っていいかもしれないですね。だから今後その信長との会見とかね、長良川の戦いがあるんですが、まあその時どういったね演出があるのかっていうのは楽しみですね。ということで今回はこの辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。